島唄は日本のロックバンドザブーンの楽曲である。ザブーンは1992年1月22日発売のアルバム思春期で参戦や琉球音階など沖縄音楽の要素を取り入れた島唄を発表。またその年の12月12日には沖縄の方言で歌われた島唄を沖縄県限定でリリース水保守像の泡盛。 琉球泡盛シーのテレビコマーシャルソングに起用され沖縄だけで1万枚を超える売り上げを記録した一方東京弁で歌われたオリジナルバージョンのシングル全国発売の要望も高かったがもともとその予定はなかったようであるザ・ブーンのボーカルで島唄の作詞作曲を担当した宮沢和文も当時の沖縄ブームに便乗したシングルリリースには否定的であったが いろいろな人に意見を聞いた結果、オリジナルバージョンをシングル発売することにした。特に、木名小吉から送られた音楽において魂までコピーすれば、それはもうコピーなんかじゃないんだという言葉に背中を押された、と宮沢は TV 番組でコメントしている。こうして1993年6月21日、島唄が全国発売となり、150万枚以上を売り上げる。 大ヒットとなった。その年にザブーンは大晦日の紅白歌合戦に出場、レコード大賞でもベストソング賞を受賞した。また、アルゼンチンでアルフレッド・カセーロが日本語のままカバーした島歌が2001年に地元で大ヒットし、サッカーの2002年日韓ワールドカップアルゼンチン代表チームの応援曲に起用された。その影響もあり2002年、 ザブーンの島唄とアルフレッド火星ロの島唄を収録した島唄島唄が改めてリリースされ10万枚を売り上げるリバイバルヒットとなったその年の紅白歌合戦にもアルフレッド火星ロザブーン名義で出場し島唄を歌っているまた日本の高校野球では地元沖縄県勢が選抜高等学校野球大会または 全国高等学校野球選手権大会出場時に攻撃の応援歌としてよく使用されている。この歌について宮沢和文は1996年にねじめ小一とのテレビ対談において坂本九の上を向いて歩こうのような歌を作りたかったと述べている。ビギンの日か英章はザ・ブーンの島歌についてブーンさんの島歌は画期的だった。それまでは 沖縄のミュージシャンは本土でどう歌えばよいかわからず、本土のミュージシャンも沖縄で歌うのは遠慮があった。その橋渡しをポンとしてくれたのがブーンさんの島唄です。ありがたかったと述べている。当初沖縄では沖縄の人間でない人間が沖縄民謡の真似事をするなんてとんでもない。本当にやりたいのなら沖縄に住め。そうすれば、 あなたの子供ができるだろうと痛烈に批判されザブームはショックを受けていたが非課影賞のエールを受けて非常に感謝したことを語っている。また沖縄民謡協会でも20周年を受けて最初はムカついたが今は感謝しているとコメントしている。島唄の歌詞は表面上は男女の別れを歌ったラブソングであるが実際は 沖縄戦での悲劇と平和への希望が歌われている。これは当時宮沢には戦争のことをそのまま歌っても聞いてくれないだろうとの考えがあったためである。歌詞は読谷村に米軍の艦船という嵐が押し寄せる光景から始まり、偶ジの森で出会った幼馴染の男女が偶ジの下で永遠の別れをする。そして二度と戦争が起きることなく、この島に 永遠の平和が来るようにとの願いで歌は締めくくられる。宮沢は1991年に沖縄県の姫百合平和記念資料館を初めて訪れ、姫百合がクト隊に入っていたという老婆に出会い、想像絶する沖縄の戦争時の悲劇を聞いたのが制作のきっかけだったという。資料館は釜の中にあるような作りであり、老婆は 洞窟での集団自決のことや捕虜になることを恐れた肉親同士が互いに殺し合うことなどを語ったという。そのインタビューの内容は宮沢和文の旅する音楽というシリーズが連載され2回にわたり島唄の創作秘話が2005年8月22日と2005年9月1日の朝日新聞に掲載された。また宮沢はニュース番組ニュースゼロにおいて 沖縄戦があったことは知っていたが、集団受決や、姫百合がくと大などのことを知らなかった。その無知だったことに対する怒りや、当時の軍事家の教育に対する疑問みたいなもので、怒りがこみ上げて、地下の釜に残っている皆さんの魂を空に解放したいなみたいな思いがあって、東京で島唄を作ったと述べている。島唄には、琉球音階が用いられているが、サビ前の、 地下号で自決したとの意味が込められた部分は西洋音階である。これは彼らを自決させたのは日本であり、そう考えたら琉球音階はとても使えないと思ったと宮沢は述べている。島唄はもともと天モ群島の民謡を指す言葉である。しかしザブーンが沖縄のイメージの楽曲に島唄というタイトルをつけて大ヒットさせたため、 島唄の語義が不正確になってしまったことを嘆く向きがある。一つは、島唄、イコール、琉球民謡として一般に知られたことにより、もともと、天見群島の民謡を指す言葉であった、島唄という言葉が、琉球民謡を指しても使われるようになったこと。これは、競技の島唄の担い手と、琉球民謡の担い手との双方の一部にこのことを、嘆く立場が存在する。 もう一つは、島唄イコール、ザブーンの島唄という認識が強くなってしまったことで、もともとあった伝統的な、島唄の影が薄くなってしまったことである。また、ザブーンの、島唄が、全国的なヒットをしていた当時、沖縄県ではこの曲について批判的な意見も、相次いだ。本土の人間に、島唄の名を安易に使ってもらいたくないという、地元新聞への投書があったほどである。 しかし、この曲を参戦で弾いてみたいという若者が増え、伝統民謡離れ対策になったという。島唄のバージョンの詳細は以下を参照。ABC20 年目の島唄への思い、宮沢和文さん。NHK ニュース。オリジナルの2013年4月26日時点におけるアーカイブ。 https://megalodon.jp:/2013-0426-1039-31/www3.nhk.or.jp:/news/html:/20130426//t10014199311000.html2013 年4月26日閲覧 いい話いさ2009年5月14日放送長田暁に戦争が残した歌歌が明かす戦争の背景全音楽府出版社2015年776ページ ISBN 978から4から11から88万232から9人間マップ 歌で心を抱きしめたい。1996年11月11日放送。2011年4月18日放送の。へえ、へえ、へえ。ミュージックチャンプ。2013年5月30日放送の。目覚ましテレビハット ABC。島歌。姫と意味元ザブームの宮沢和文さん。姫ゆりがくとえ。オンラブソング。沖縄戦の自決歌う。毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/20190625/ddf/001/0040/006000c2021 年1月26日閲覧。ab 島唄参戦弾けなかった一説、宮沢和文さん。朝日新聞。 h t t p、ah. s w w w a s a c h i c o m スラッシュアーティクルズスラッシュ ta3s14197997.html2021 年1月26日閲覧2009年6月23日放送のニュース番組ニュースゼロ a b 人歌手イジーブームの宮沢と島唄をデュエットサンスポーコム 2002年8月12日ありがとうございます。